このチャンネルは、お米粉の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、新入り猫紹介、キジシロの新太くんということでね、本当にね、先日来たばっかりの新太くんなんですけれどもね、キジシロちゃんでね、よく見ると靴下にゃんこになるのかなと思うんですけれども、ね、とっても可愛い子ですよね。で、今ね、生後10ヶ月ぐらいということで、まだまだ子猫なんですけれども、ね、触ったらいきなり、コロンってなってくれましたよ。ちょっとまだ警戒心があって、ケージの外に出れなかった日だったんですけど、この日がね。でもね、ちょっとまあ、指の匂いもすぐ嗅いでくれましたし、ね、触られるのはすごく好きな子ですよね。で、胸のあたりを触ってるとね、コロンってなって、可愛いですね、この子。で、バンダナもね、よく似合ってますよね。うん、頭をなでなでしてますよ。ちょっとまだね、警戒心があるような感じはあるんですけれども、それでもね、気持ちよさそうな感じはしてますよね。ドアップでーす。とってもキャバワですよ。新太くんとってもキャワワですね。今回のお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。で、森の猫屋さんね、どんどん里親さんが決まってますので、ね、こうやって新しい猫ちゃんも来てくれてるんですけれども、おもちゃはどうかな。一応、くんくんとね、匂いを嗅いでますけれども。あんまりこの日は遊んでくれなかったですね。この時はまだ来て3日か4日ぐらいしか経ってなかったんですよね。まあ、そういった緊張感もあったのかね、この日は。で、後日、ね、お店のブログとかを見てると、なんか新太くん結構遊んでたんでね、ケージから出て。ですのでね、おもちゃでも遊ぶの大好きな子なのかなと思うんですけれども。顎の下でいいでしょう、この顔。キャバワだなぁ。いいな、カキ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 。キャバワですね。別のおもちゃもできましたよ。やっぱね、反応ないですよね。それどころじゃないって感じですね。一応猫兄さんでいろいろ誘ってみたんですけれどもね、こんな感じでトントンって叩くと、んってなんだこれみたいな感じになってるのかもしれないですけれども、あ、でもちょっと興味は持ったかな。で、見てますけれどもね、まだ遊ぶには至らなかったですね。あ、でも首伸ばしたぞ。まあでもちょいちょいしないか、やっぱりね。こっち見てますね。この顔かわいいな。割としつこくいろいろやってますけれども、なんか一瞬行こうとしたけど、やっぱまだちょっと怖いみたいな感じかな。この日はやっぱ撫でるのが一番いいかもしれないですね。スキンシップを図りながら、もうちょっとね、慣れてくればね、どんどんね、やんちゃっぽっぷりが見れるかもしれないのでね。首の後ろのマッサージしながら。肌触りとっても良かったんですよ。穏やかな子ですね。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければお願いします。